今日は北海道からです、はい、さて石井さん、はい、北海道の特産品といえば何でしょう。やっぱりこう海の幸、カニですとか、あとあのジャガイモとかね、うん、そういったところも美味しいですよね。そうですよね、はい、ただこの味覚の宝庫北海道で今新たに注目されているのが日本酒なんです。北海道の新たなブランドとなりつつある異色の酒蔵を追いました。旭川市の隣にある上川町、大雪山のふもとに位置し、層雲峡の紅葉は日本一とも言われます。真冬は氷点下20度まで冷え込む北海道らしい自然の大地、そこに異色の取り組みで話題の酒蔵があります。4年前に誕生した上川大雪酒造です。作るのは大雪山系の雪解け水を生かした米の旨みを感じられる酒。少量生産で地元限定販売の上川は幻の酒とも言われています。 JAL の国内線ファーストクラスに採用される酒も出るなど評価を高めています。4年前の設立にあたっては取得の難しい酒造免許を三重の酒蔵から買い取る前例のない手法で移転しました。三重の酒蔵の元経営者は、芳醇の中にも爽やかさがあって上手に作っていただきました。上川町の空気となんか大雪山の自然が詰まっているような、いい酒だと思います。社長も異色の経歴です。塚原社長は野村証券などを経て同じ北海道出身の有名シェフ三国清美さんと出会いました。三国さんと共に会社を立ち上げ、上川町内でレストランを運営。そうした時、証券マン時代の知人に上川での酒造りを提案されます。自慢になるようなものを、高品質なものをですね、わざわざ買いに来る、まあ、それに耐えうる品質のものを作っていきたいなというふうに思います。日本酒離れの影響もあり、北海道の酒蔵は2016年には11にまで減少してしまいました。北海道に新しい酒蔵ができたのは戦後初めて。温暖化による米の品質向上も後押しし、今北海道で酒蔵の移転が相次いでいます。北海道は人口が500万人以上いて、酒蔵が10いくつしかないという、まだまだこう、日本酒を作っていく市場としてはチャンスのある市場だなというふうに思ってます。そんな塚原さんは北海道を銘酒の産地にしようとさらなる展開を仕掛けました。去年完成したこちらの酒蔵、実はここ帯広畜産大学の敷地の中にあるんです。大学の校内に酒蔵ができるのは全国で初めてということです。先月完成した新酒、ラベルには大学の校章が。醸造を学ぶ2人の学生が仕込みから仕上げまで関わりました。一つのお酒に集中して全ての作業をやらせていただいたことで、そのお酒作りに対する理解がより深まったのかなと思います。しかし、なぜ酒造りを大学と？アメリカでは醸造学を研究する大学などの教育機関が酒文化の醸成に重要な役割を果たしています。カリフォルニアのナパバレーはワイン産地として知られますが、カリフォルニア大学デイビス校との関係が深く、同校はクラフトビール文化の発展にも寄与しています。上川大雪酒造もそういった観点から大学との連携を強めています。上川大雪は来年、小樽、帯広、北見の3つの国立大学が経営統合するのに合わせて、マーケティングや食品工学の分野で連携します。来月は函館、将来的には網走にも新たな蔵を開く予定で、日本酒版ナパバレーの動きは加速しています。北海道で生まれた日本酒、うん、一体どんなお味なんでしょう ね気になりますよね、はい。ただこの大学と連携してブランド価値を高めるという方法は、この地方の酒蔵にも参考になるかもしれませんね。そうですね。